皆さんこんばんは。今日もマツダスタジアムで行われました広島カープ対阪神タイガースの9回戦をお伝えします。昨日はですね、西投手がですねまさかの1イニング7失点という、そういうゲームになってしまいまして1対7、ロハスジュニアとかが、久々にスタートで出たんですがそれほどの、起爆剤にはならなかった1戦ということになりましたけれども、さあ今日のゲームはタイガースにとって非常に大事なゲームだと思います。まずゲームのスタートから見ていきましょう。今日の先発はですね広島カープは大道、3勝1敗ですね。防御率は 5.29 悪いですけれども、勝ち星には恵まれているというピッチャーですね。一方タイガースは伊藤4勝4敗、10ゲーム投げて4勝4敗、もっと勝ち星がついてもよかったんですが防御率 2.47 なかなかね、点を取ってくれないゲームが多かったんですが、今日のゲームはやはり前半投手戦でしたね。このあたりね、先制したのはこの3回表、タイガースでした。ここはですねワンアウト後に近本がレフト前にヒット、そして糸原がライト前のヒットで1、3塁、そしてロハスがフォアボールで満塁、マルテが2ボールからアウトハイのまっすぐを引っ張って、ショートゴロゲッツー崩れの間の1点と、なかなか渋い1点でしたね。大量点になってもおかしくなかった回でしたけれども、1点しか取れなかったけれど、先制点ができたということですね。そこからまたこうずっとこうね、なかなか両チームともに点が取れない、伊藤はですねやっぱ安定してましたね。4回まではヒット1本も打たれませんでした。5回、この回は非常に危ない回でした。先頭打者坂倉にセンター前ヒット、そして続く林にレフトへつながれてノーアウト1、3塁、ここでしたね。僕は今日のポイントはここだと思います。ここで7番の野間、2-2からインサイドのまっすぐ詰まり気味のショートゴロ、この時ですね、タイガースの守備陣はですね前進守備ではなかったんですね。後ろを守ってました。で中野はベース寄りにちょっと寄ってました。そこにボールが来て、まず自分で二塁ベースを踏んで、普通なら一塁送球なんですね。それで三塁ランナーがホーム生還の1点は仕方がないというようなそういう場面だったんですが、この時サードランナーの坂倉スタート遅れてましたね。それを多分中野はもう見て分かった。ですから二塁ベースを踏んでホームに投げても間に合うと、そういう判断でですね二塁ベースで一つまずアウトを取ってからキャッチャーへ送球、もう楽にアウトになりました。これはもう中野の僕はファインプレーだと思いますね。はい、ここでもし追いつかれてれば今日のゲームはまたわからないなっていうそういうゲームになってたはずなんですが、ここで1点もやらなかったね。ここが一つ一番大きな今日のゲームのポイントになったと思いますね。その後結局次の1点どちらが取ったかっていうとタイガースでした。これはマルテ、3ボールから高めのまっすぐでしたね。3番手のクロニエル、球の速いピッチャーですけども3ボールから積極的に振りに行ってレフトスタンドに14号ソロ、この2点目も非常に効きましたね。流れからするとなんかカープサイド、うわーもうやられたなっていうような感じがする、まだ 2点差なんですけれども大きな1点がタイガースに入ったと、そういうか1点だったと思いますね。そして、8回の3点、これはですね、バード左ピッチャーの、バードなんですが、コントロール球はそれなりに速いんですけれどもコントロールはアバウトだなという印象を持ちました。梅野がインサイドのまっすぐをレフト線に2塁打、梅野のバッティングが上がってきましたね。これでもう2割5分を軽く超えてきましたね。気がつけばだんだんとこう打率も上がってきているというところですね。そして、ここで休養十分のサンズ、昨日も、スタートではなかったんですが今日もここで代打で出ました。そして、2ボール1ストライクから甘いまっすぐ、これを左中間にタイムリー2塁打。そして1番の近本、これはもう完全にチームバッティングしましたね。2塁ランナーをサードにやるべく引っ張ってファーストゴロ、ワンアウト3塁という形を作って、ここで糸原でしたね。糸原はやっぱりこういう場面なかなかしぶといです。
ライト前にタイムリーヒット、そしてその後ツーアウトにはなりましたけれども、4番のマルテが、ライト、これも追い込まれてね、難しい外の球だったんですが、引っ張らずにライト方向へタイムリーヒットということになりましたね。マルテはこことホームランとライトへの、タイムリー3打点ですね。マルテのこの打力非常に大きいですね。これでもう楽になったな、5対0ということになりまして、そして、八浦は斉藤、斉藤幸也先頭打者を歩かしましたけれども、後の3人を抑えて、9回は及川、ゆとりでしたね。及川の球は僕はもう本当にこの生きた球なので、この及川はもう本当に僕がすごいピッチャーになるんじゃないかっていつも思ってます。気がつけばですね、楽勝のゲームだったんですが、実はここまで6回終わるところまではどっちに転んでもおかしくないというような、そういう僅差のゲームだったんですよね。そこで、やっぱりタイガースはミスなくずっと来れた、それとやっぱり追加点が取れたということでですね、終わってみたら非常に良かったなというようなゲームになりましたね。勝ちが伊藤につきましたね。やっとつきました。5勝4敗。はい。で、負けが大道、3勝2敗です。そしてホームランはマルテ、14号ですね。そのホームラン。このホームラン以外にもマルテ大活躍でしたね。さあ、今日の MVP なんですけれども、当然、伊藤ですよね。伊藤なんですけれども、ちょっと今日は、カッコしてですね、僕は中野とマルテ、この2人にもですね、ちょっとこう、あげたいなっていう感じがします。中野の攻守、好判断ですね。そして、マルテの3打点、ね、この2人にも、MVP に値するぐらいのものをあげたいなぐらいの感じがしましたね。僕が監督だったら監督賞を出してますね。はい、今日のポイントはですね、やはりこの5回裏の大ピンチ、ここでの中野の守備、それともう一つはですね、この7回にもありましたね。7回、ノーアウトから鈴木がヒット、そして、坂倉にデッドボール当ててノーアウト1、2塁、そして林はアウトに取りましたけれども、野間のセカンドゴロで2、3塁っていうね、そして、8番の石原、ここでストライクが一つも入らずのフォアボールで満塁っていう場面があったんですよね。でそこで、矢野監督がですね、直々にマウンドまで行って、伊藤に話をした。ヒーローインタビューで伊藤投手がですね、アナウンサーに何て言われましたかって言ったらですね、もうお前に任せたと、思い切って行けと言ってくれましたということで、それで吹っ切れた感じでしたね。もうそれぐらいしか言うことないですよね。やはりランナー出た2点差、終盤、こういう場面になるとですね、やっぱりピッチャーっていうのは孤独なもんでですね、ちょっとこう消極的になりがちなんですよね。そこでやっぱり監督直々にマウンドに行って、強気にさせたっていうことだと思いますね。ここの監督の一言も非常に良かったんじゃないのかなと思います。また週刊タイガースでできればこれでまたやっていきたいんですけれども、現状はこうなっております。はい、今週はですね、なんか思いっきりやられているような気がしてますけども、2勝2敗1引き分けですね。明日1日、もし勝てばですね、また勝ち越しということになりますけれども、なかなか明日はまた難敵が先発できますね。カープは森下、4勝4敗、勝ち負けはね、イーブンなんですけれども、防御率は 2.36、 もうこれはですね、素晴らしい防御率してます。そして、タイガースの方は秋山、前回ちょっとね、久々にやられました。そのやられた秋山がですね、この1週間で、また立ち直れてるのかどうかっていうのもね、明日の見どころになると思います。今日のゲームは阪神タイガースが広島カープに5対0で勝って、昨日の雪辱をしたというゲームをお伝えしました。以上です。